のトリビアカルチャー、イエーイ。小耳に挟んだんだけど、幽霊に足のないのって日本だけなんだって。嘘、本当、かわいい、アンビリーバボー。じゃあまた来週。ご機嫌いかがですか？バニラエースです。今回も前回に引き続きまして、駿河屋福山店さんにて購入してきました福袋の開封をやっていきます。今回はこちら、 PSP ジャンクソフト10本セット980円です。では早速開封いってみましょう。はい、福袋ね、またこちらに置いておりますので、一本ずつ取っていきたいと思います。まずはね、一本目ですよ。はい、一本目はこちら。はい、お、ゼロの奇跡ですね。110円って書いてますね。はい、また値札が貼ってあるな。はい、ジャンクなんでね、中もね、見ていきましょうかね。ジャンクってことでね、中、まあ、入ってないってことはないでしょうね。ディスクちゃんと入ってますね。説明書も入っております。まあ、奇跡シリーズの一つですよね。まあ、RPG ということで。これもしかしたらディスクだけで私持ってたかもしれないですね。はい。だから、なんかフルセットでちゃんと、出てきたんで嬉しいですね。はい。ということで、1本目ゼロの奇跡でした。いきなり RPG ということでね、幸先がいいですよ。はい。いやね、モンハンとかね、はい、入ってんじゃねえかなと思ってるんですよね。こっちかな。はい、じゃあ2本目はこちら。お、なんだこれ、全く読めないですね。なんだろう、ディアボリックラバーズモアブラッド。はい、これで合ってるのかどうかもわかりません。これもね、110円だそうですね。はい、なんでしょうね、これね、なんというゲームなんでしょう。乙女ゲーかな？なんか美少年がいっぱい出てくる的なゲームなのかしら。ね。あ、ドエス、ドエス、ドエス吸血恋愛アドベンチャーゲーム。もう何言ってかわかんないですね。はい。はい。まあ、メインキャスト、まあ、緑川光さん。いますね。はい、まあ、中もね、一応見ておきましょうか。はい、ディスク入ってます。説明書もね、綺麗ですね。はい、ね、ちゃんと入ってます。うん、そうか、ド S 吸血でいいのかな。ド S 吸血恋愛アドベンチャー、なんでしょうね。何をしているのかわからないですよね。もうね、とっちらかってますよね、そのジャンルがね、もう。はい。じゃあ3本目いってみましょう。3本目はこちら。はい、裏側でした。お、これはアイドルマスター、シャイニーフェスタ、グルービーチューンですね。はい。値札貼るところもね、気をつけてほしいですよね。女の子の顔にね、がっつり値札を貼ってますね。110円ということで。まあ、アイドルマスターなので、アイドルを育てるような形なのかな。あ、音、なんかアニメがそのまま見れますよ、みたいなことも書いてますね。は、ね。何でしょう、何ゲーなんでしょうね。はい、まあちょっと遊んでみないとわからないゲームですね。はい、
あ、中見てないですね。はい。よいしょ。あ、ディスク入ってますね。はい。ね、説明書も入ってますね。あ、なんかいろいろ、楽曲リストって書いてますね。なんか収録されてるんですね、いろいろと。これはちょっと嬉しいですね。はい。しかもこれリバーシブルか。ね、ジャケットがリバーシブルになってますね。はい。なんかそういうのもね、楽しいですね。はい。ということで、3本目、アイドルマスターのゲームでした。まあ、遊ぶかどうかは別ですけどね。はい。ということで、4本目、ドン。あ、また逆だった。おっと、お、これめっちゃいいんじゃないの？俺の屍を超えていけじゃん。これはですね、PS で非常に人気になった RPG ですね。こう、世代がね、渡っていくんですよね。自分の息子にみたいな感じで。いやいや、これ大当たりなんじゃね、実は。これはいいわ。しかもこれね、値札貼ってないもんね、これね。はい。じゃあ何円なんだろうね。わ、でもちょっとなんか嫌な予感が。ディスク入ってます。で、これは、あ、これは封入特典かのなんかコードですけど、多分もう使えないでしょうね。はい。で、ちゃんとね、最初説明書がね、ぶった切られてるのかと思ったら、ちゃんと完品でした。よかった。これすっげえ、めっちゃ大当たりなんじゃない、これ。ちょっとテンション上がってます。はい。ということで、俺の屍を越えてゆけね。いいですね。これは今回の袋もいいな。じゃあ続いてが、5本目ドン。逆だ。はい。お、ガンダム、ガンダム、バーサスガンダムっていいんですかね。はい。これは、2人協力4人で対戦、俺もお前もガンダムだということで、いいですね。これは対戦格闘みたいになるのかな。はい。持ってないんで、これは大当たりですね。はい。最新のアニメは何、ガンダムは何の時代のやつなんでしょうね。よくわからないですが、はい。まあ、ということで、5本目ガンダムですね。嬉しいですね。これもね、値札が貼ってないということで、もしかしたら結構いい値段なのかもしれない。はい。ということで、ここまでね、5本なりましたけど、結構いい内容じゃない？はい。モンハン出てきてないよ。はい。ということで、6本目いってみましょう。6本目こちら。あ、ガンダムだ。はい。ガンダムバトルクロニクル。バトルクロニクル、なんだ、どういうこと。ガンダムバトルシリーズ、ここに極まる。140機以上。なんだ、これも対戦、まあ、アクション系かな。ちょっと、まあ、全く分かってないので、すいません。でも、これ面白そうですね。やっぱガンダムって名前がつくと、テンションが上がります。はい。ということで、ガンダムバトルクロニクル。ね。よいよいよ、いいじゃないですか。ね。じゃあ次が7本目ですね。7本目は、こちら。お、なんだこれ。逆、また逆向けてるけど。お、シュタインズゲート。お、あ、でもこれ、残念だと思います。軽い。すごい軽い。シュタインズゲートってすごく有名な、ゲームですよね。皆さんがすごく好きなゲーム。なんとかの世界線とかっていう言葉がこれで流行ったんじゃなかったっけ。ね。よいしょ。ほら、残念。まあ、ディスクはね、入ってますんで遊べますけどね。まあ、説明書がないよと。まあ、この辺はちょっと、まあ、ジャンクなんで、どうしようもないですね。はい。まあ、でも、PSP ってディスクを収めるケースがないことが多いので、裸ソフトだとすごくそれを代わりになるものがないんで、ね、ケースがあるだけで全然大丈夫ですね。はい。ということで、シュタインズゲート。言えてねえな。はい。ということで、こう大当たりなんじゃないですか？ゲームとしてはね。じゃあ次が8本目。はい。おっと、また来たぞ。アイドルマスター、シャイニーフェスタ、ハニーサウンド。これ、さっきのやつのバージョン違いというか、ポケモンでいうところのあれなのかな？
赤と緑みたいな感じのものなのかな。さっきと同じね、あの1話丸ごと見れますよみたいなのもありますし、はい。へえ、これどうなんだろう。まあ食わず嫌いも良くないからね、1回ぐらいはね遊んでみないといけませんけど、でちゃんと完品ですし、まあいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあアイドルマスターもね、すごく根強い人気のある、ゲームだったりコンテンツなんで、ね、何も触れないというのも良くないでしょうからね。はい。ということで、アイドルマスターでした。いやいや、モンハンが出てきてないですよ。そろそろなんじゃないですか、モンハン。9本目ですよ。はい。9本目、ドン!また、逆向けつって。はい。SD ガンダム G ジェネレーション、オーバーワールドですね。はい。G ジェネ出てきました。実はね、G ジェネ関係はね、私全然やったことがないんですよね。ロボットアニメ好きなんですけど。いや、これ大当たりなのかな?はい。まあ、これも軽いからね、説明書入ってないですね。ドン。はい。残念なんですが、まあ、ディスクがあればね、いいですね。これ逆だったら最悪ですよ。あ、でもないか。うん。まあ、ディスクがなくてもね、まあ、ジャンクだからしょうがないなって気にもなるのかな。はい。まあ、とにかくディスクが入ってたんで遊ぶことはできます。はい。ということで、G ジェネレーションオーバーワールドでした。まあね、じっくりね、遊べるゲームなんで、私は好きなタイプのゲームなんですけどね。はい。ということで、今回の福袋、PSP のね、ジャンク福袋、10本セット、トリを飾ります。フィナーレでございますが、10本目は、これだ!お、ブリーチ、ヒートザソウルということで、お、意外なところが来た。モンハンとか来るかなと思ってたのに一本も入ってなかった。ブリーチのこれは、格闘アクションか。はい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 。まあ一番ね、アニメが盛り上がってる時のに出たゲームなんでしょうね、これがね。はい。まあブリーチ結構ね、見てたんでね、キャラクターは知ってるからね、好きかもしれないですね。はい。あ、ちゃんとディスク入ってる、説明書も入ってますということで、まあいいですね。はい。いやいや、これは良かったんじゃない。はい。ということで10本終わりました。いかがだったでしょうか。今回は駿河屋福山店で購入したPSP ジャンクソフト10本セット980円を開封してみました。改めてね、前に並べておりますけれども、いや、これ結構当たりなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、あのシュタインズゲート、まあ説明書入ってなかったですけど、それから俺の屍を越えていけ、もうこの辺りのね、名作ゲームが出てる時点でね、もう勝ち確定なんですけど、まあ、ロボットアニメ好きの私にとってみたらですね、この G ジェネレーション、あとガンダムの2作品ですね。まあ、要はガンダム系が多かったっていうのも相当良かった。ゼロの奇跡も良かった。まあ、ちょっとね、よくわからない、ド S 吸血恋愛アドベンチャーゲームっていうよくわからないジャンルのゲームが入ってましたけど、まあ、これはこれでいいネタなんじゃないかなと。一回はね、遊んでみたいなと思う一品でございました。まあ、ほんとね、福袋じゃないと絶対買わないもんね。よくわかんないゲームだもんね。はい。いや、ほんとにね、大満足の内容でした。まあ、福袋はね、定期的に置いてくれるかどうかわかりませんけども、まあ、近場にできたということで、まあ、今後もね、ちょっと福山店さん、利用したいなというふうな気持ちになりました。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では次回の動画、次回の配信でお会いしましょう。バイナラ。